あの子ったら、こんな大切なことを私に伝えないなんて。こうしてはいられませんわね。団長さんにお話ししませんと。カジノ亭に行きたい。いきなりどうしたんだよ。ジュエルリゾートで行われるパーティーに招待されましたの。それとそのパーティーで行われる特別なデュエルに友人が出ますの。ですから応援に行きたいのですわ。へえ、なるほどな。にしてもよ、特別なデュエルって何なんだ？デュエルの連勝記録を更新するかどうかの大切な試合だそうですわ。そいつはすげえな。はい、ですからお願いですの。なあ、行ってみようぜ。オイラもその特別なデュエルって見てみたいしな。ありがとうございます、団長さん。はあ、なんだかいつもよりすっごくキラキラしてますね。ジュエルリゾートを挙げてのパーティーですもの。きらびやかにもなりますわ。それでは私は少し席を外しますわね。団長さんたちは先に中に入っててくださいな。おい、おい、どこ行くんだよ。もちろん着替えに決まってますわ。パーティーなのですからふさわしい衣装でないと。ふさわしい衣装って何でしょう。じゃあ、さあ、いらっしゃいませ。ジュエルリゾートへようこそ。何かお困りですか。いや、オイラたちは人を待って。て、姉ちゃんすげえ格好してるな。あ、その、これはここの支配人であるクリス様がこの衣装で接客するようにと。恥ずかしい。私、接客は苦手なのに。よくわかんねえけど、姉ちゃんも苦労してんだな。ええ、まあ。それにしても、レフィーエさん、遅いですね。フィーエって、皆さん、フィーエの知り合いなんですか？私がお世話になっている気空団の方々ですわ。フィーエ！久しぶりですわね、テレーズ。その衣装、とっても似合ってて可愛いですわよ。レフィーエさん、この人とお知り合いなんですか？ええ、私の大切な友人ですわ。テレーズさんがレフィーエさんの言っていたデュエリストさんだったんですね。しかし驚いたぜ。この姉ちゃんがそんなにすげえデュエリストだったなんてな。あの、今日の試合頑張ってくださいね。私もいっぱい応援しますから。ありがとうございます。それにしてもテレーズ、どうして今日のデュエルに呼んでくれなかったんですの？せっかくのあなたの晴れ舞台ですのに。カジノ亭から手紙が来なければ見に来られませんでしたのよ。
恥ずかしくて、まだ勝てるかどうかも分かりませんし。そんな弱気でどうするんですの？もっと自信を持ちなさい。それでは勝てるものも勝てなくなってしまいますわ。団長さんもそう思いますわよね。で、どうしたんですの？そんな表情で私をじっと見て。になってんだよ。真っ赤になんてなっていませんわ。その団長さんに素直に褒められたのが嬉しかったわけじゃありませんのよ。それにしてもよ、そのドレスどうしたんだ？借りたのか？違いますわ、私が作ったんですの。そのドレスはやっぱりお値段がすごくて。ですから着なくなったお洋服を再利用して作ったんですの。それなら根も張りませんし、何より自分の気に入ったデザインのものが作れますもの。自分で言うのもなんですが、なかなか良いものができましたわ、姫さん。ですの？その生温かな笑顔は、ドレスが買えないから自分で作ったというわけじゃありませんのよ。これでも王族ですもの。けれど民の模範たる王族だからこそ質素倹約に努めませんと。ああ、分かってるって。だからそんな表情で私を見ないでくださいまし。そんなことよりよ、なんでドレスに着替えたんだよ。いつもと同じ格好でも。宝石郷の王族として不格好な衣装でパーティーには出られませんわ。それに何よりテレーズの晴れ舞台ですもの。しっかりとした衣装で応援しませんと。フィエ、頑張ってくださいな。テレーズならきっと記録を塗り替えられますわ。はい、フィエのためにも今日のデュエル絶対勝ちます。 It's a love！ なんだ、びっくりしました。あら、ごめんなさい。テレーズちゃんから強い愛を感じたからつい。あ、驚かせちゃったわね。あたしはファスティバ、ジュエルリゾートのデュエリストよ。今日のテレーズちゃんの対戦相手なの。よろしくね。ファスティバさん、悪いですけど今日のデュエルは私が勝たせてもらいます。フィーが見てる前で無様に負けるわけにはいきませんから。その息でしてよ、テレーズ。相思相愛ね。私も負けていられないわ。お互い全力を尽くしましょう。それにしても今日のテレーズちゃんは本当に可愛いわ。やっぱり愛は大切ね。テレーズの可愛さがわかるなんて、あなたなかなか良い審美眼をしてますわね。ありがとう。ファスティバさん、テレーズさん、そろそろ時間です。わかったわ、ありがとう。
それじゃ行きましょう、テレーズちゃん。それでは今夜のテレーズとファスティバの試合のベットを始めます。持ってきたお金のすべてをテレーズにかけますわ。おい問題ありませんよ、これは私のへそくりですもの。いや、だからってその金額を全部かけるのは。私はテレーズのことを信じてますもの。それにテレーズの応援のためなら安いものですわ。